こんにちは、はい、パレストラ西東京会員さん紹介シリーズ第1号、はい、近藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、近藤さんは一番最初の充実会と言っていい会員さんですね。入会されてから初心者の方とかをすごく助けていただいて、ジムを盛り上げてくださってます。その近藤さんがいよいよ今月13日についにジムを代表して試合に出場してくださるのですが、はい、その前に近藤さん、ジムに復帰されるまでブランクはどうだったんですか？14年ありました。14年。はい、その理由は上の子が生まれて子育てとか忙しかったものですから、ちょっと引退をしまして、でしばらくやってなかったんですけれども、もう上の子ももう高校生になってだいぶ手がかからなくなってきたということで、あと近所にトライストーリー西東京ができて、また充実やりたいなという気持ちも湧いてきたので、通うきっかけとなったのでまた始めました。はい、10年以上のブランクを経て体力もすごく落ちたところで再開されるのはとても勇気がいることだと思うんですけども、再開してみて体調とかはどうですか？そうですね、最初はきつかったですけれども、でも少しずつやってきてるので、問題なくやれてます。やっぱり何歳になっても格闘技をしっかり練習し続けると体力も気力もね、高まって向上していきますね。はい、階級を教えてください。マスター4、青帯やりとりです。マスター4というのは年齢のカテゴリー、青帯というのはランクのカテゴリーで、ライト級というのが体重ですね。この3つのカテゴリーが合わさったものが皆さんであるので、だから充実は限りなく公平な方同士で戦える競技です、はい、それではそんな近藤さんがいよいよ10年以上ぶりに挑戦する試合に向けて、最後に意気込みをお願いします。はい、久々の試合なんですけれども、とりあえずできる限りのことは頑張りたいなと思って、頑張ります。はい、ジムのみんなで応援してます。はい、会員さん紹介第1弾、今度は北野でした。ありがとうございました。ありがとうございました。